ミオンとヤンの次回予告、お楽しみいただけましたか？第2話、次回もいっぱいバトルするみたいね。そうです、新たな能力も続々登場、楽しみ。そしてそして、ついに魔女見習いの修行を終えたミオンちゃんも大冒険。行かないでしょ、まだ言うんですか？じゃあ修行で身につけた猫の呼吸1の型で憎きヤング。撃ちません、やめてください。魔女じゃなかったんですか？だって私の出番少なかったんだもん。なんか目立つことさせなさいや。出会って5秒でバトル第3話、お楽しみに。猫の呼吸。